い、どうも DJ まゆと申します。本日はスカイリム SE の日本語化を進めていきたいと思います。それでは早速 TKTK さんのブログに参りましょう。こちら TKTK さん、スカイリム SE ローカライザーというスカイリム SE の日本語化がとても簡単に進められるものを配布してくださってます。こちらをダウンロードしましょう。TKTK さん、プリティフェイスとかフェイスライト、クイックライト、 TK ドッジ、アルティメイトコンバット、シンプルホースなどなど、皆さんが使ったことがきっとあるだろう。モッドの制作者様でもあります。本当ありがたいことですね。TKTK さんに再敬礼しましょう。で、一番最初にダウンロードしたスカイリム SE 日本語版、リネームして保存しておいていただいた、あちらの中から、そちらのデータフォルダの中から、スカイリムパッチ BSA とスカイリムボイス GA0 BSA、この2つのフォルダをスカイリム SE ローカライザーのフォルダにドラッグ&ドローできましたね。で、スカイリム SE ローカライザーフォルダにあるスカイリム SE ローカライザー BAT、 こちらをクリックして起動完了したらエンターキーなどを押して終了します。それでスカイリム SE ローカライザーフォルダーの中にあるデータフォルダー、こちらをスカイリム SE.exe ファイルがあるスカイリムフォルダーにドラッグ&ドロップ上書きしちゃってください。はい、基本的にこれで完了でございます。で、日本語音声を導入したい方は、スカイリムフォルダー内データフォルダーを開いて、中にあるスカイリムボイス EN0 BSA、 こちらを適当にお好きなようにリネームしてください。で、スカイリム SE ローカライザーの中にあるスカイリムボイス EN0 BSA、 こちらのファイルをスカイリムのデータフォルダーの中に移動。おや、これで完了しちゃったぞこれで全て日本語化できました。すごい簡単ですね。それも全てスカイリム SE ローカライザーのおかげでございます。はい、まだ時間が短いので SKSE も導入しちゃいましょう。スカイリムスクリプトエクステンダー、こちらのファイルですね、 7Z7Z アーカイブ、リンクをクリック。最新のやつで大丈夫です。 2.019 スカイリム SE 1.597、 こちらをダウンロードしましょう。はい、で、ダウンロードしたら中身をすべてスカイリム SEEXE ファイルがあるスカイリムフォルダーにドン、全部移しちゃいましょう。これで SKSE 導入完了でございます。全然時間が、じゃあ次はせっかくなんでクリエーションキット CK、 こちらも入れちゃいましょう。じゃあベセスダネットに移動して、はい、ベセスダネットに来ましたね。で、ベセスダランチャーをダウンロード、こっちですね。はい、ダウンロード。これ基本的にモッドを作ったりすることができるソフトウェアなんですけども、ただ LE 版のモッドを SE 版に変換するにも使えてすごく便利です。なので一応インストールしておきましょう。先ほどというか1回目、
そう、1回目の時にフェイスアドターネットに登録しておいたのはこのためです。で、ダウンロード終わったら、SSD ランチャーは消しちゃって OK です。で、MO2 から起動してください。これで、ファイルの展開などが始まります。これで、放っておけば、ファイルを展開してくれます。もう終わってしまったぞ。いかん。スカイリムローカライザーのオプション、こちらのチェンジコンソールキートゥアット、こちらを導入しましょう。通常であればデータフォルダーの中に、このインターフェース中にあるこれをポンと放り込めばできるんですが、MO2 だとそうはいかん。オーバーライト。うん。ここに入れなくてはいけません。で、ここに入れましょう。うん。で、先ほどあった、このインターフェースフォルダーを、このオーバーライトに、ポン。中にポンね。はい。これだけで OK です。もともと簡単なんですけども、MO2 だと、なぜかこちらに入れなきゃいけないみたいなので、はい。以上でございます。どうだろう？いい感じの時間かな？いや、全然尺が足りねえ。でもいい。とりあえずは、今日は日本語化して SKSE 入れて、CK 入れて、クリエーションキット入れて、今のオプション、クリエーションキットを英語化するオプションはそのままクリエイトを CK のとこ上書きしちゃえば OK です。以上でございます。それではご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんのスカイリムライフがとても素敵なものになりますように。 DJ マイでした。バイバイ。体で覚えさせるぞ。セガタ三四郎。チャンネル登録しろ。してね。お願いします。